水素メーザー装置の一部水素メーザー発信機の概要メーザーとは、誘導放出によってマイクロ波を増幅したり、コヒーレントなマイクロ波を発生させたりできる装置のこと。マイクロウェーブアンプリフィアケーションバイスティミオレイテッド、エミッションオブラディエーションの略称である。メーザーは、レーザー、A、レーザーイコールライトアンプリフィアケーションバイスティミオレイテッド、 エミッションオブラディエーション誘導放出による光、増幅放射同様、非常に指向性、単波調整が高い。指向性の高さから、先端化学用ピンポイント加熱装置などに用いられることがある。また、分子構造の解析にも利用される。メーザーはマイクロ配用電子管やマイクロ配用、半導体素子よりも、はるかに、低雑音である。 メイザーの波長を短くしようとすれば共振器を小型化しなければならず、それに伴い共振器内に入れられる分子数が減るので損失が増えるので従来の手法では限界があった。メイザーはレーザーよりも早く実現したものの用途は特殊な用途に限られ普及はレーザーに遠く及ばない。その理由は装置を極低温に維持する必要があったり磁気射兵を必要としたり、 強力な磁場を必要としたりするためで常温で使用できる小型で軽量の発信源の実用化が遅れているためである。近年、室温での発信が報告され、普及が期待される。レーザーと同様に反転分布を用いて電磁波を発生させる。固体メーザーにおいては、常時性強振による原子の放射を直接利用しており、適切なキャリアを封入したキャビティ内にマイクロ波を 照射し、キャリアの共振によって発生する特定波長、コヒーレンスなマイクロ波を取り出すことによって得られる。フォノンを増幅、発信させた、フォノンメーザーも存在する。例えば超低音とした、クロムイオン含有ルビーにマイクロ波でポンピングを行い、超音波を発信させる実験が1963年に成功している。電子管による発信で、 周波数を高めようとすると共振空洞を波長に応じて小型化しなければならず。そのため、事乗三上の法則によって単位体積ごとの表面積が相対的に増加するため、発信に必要とされる十分なプラズマを維持できなくなるので、電子間による高周波化には限界がある。理論研究の発表は1952年、ジョセフ・ウェーバーによって行われた。 これは、量子力学の応用に基づくものであった。実際の発信は1954年、コロンビア大学のチャールズタウンズらによる。これは、レーザーの発明に先行するもので、メーザーの開発発展がレーザーを生むことになった。初の発信は、アンモニアメーザーによって行われた。その後、1958年に、 ルビー結晶メーザーが1960年に水素メーザーが開発された。これらの発見によって電磁波光学技術が飛躍的に発展した。また、原子時計や極めて高精度の周波数カウント技術の発展につながった。2002年に日本の研究者たちによってレーザーでペンタ線を点火した有機結晶を冷気することによりメーザー発信する。 可能性が提案された。2012年には、イギリスの物理学研究所の研究チームが、パルスモードではあるものの室温発信に成功した。2018年3月には、インペリアルカレッジロンドンの研究チームが、半導体メーザーの室温での連続発信に成功した。原子を冷気して、規定状態に戻るときの誘導放出を利用して、発信する。 サイクロトロン共鳴を利用して発信する。加速器で加速された電子をウィークラーを通過させて蛇行するときに放出される電磁波を利用する。利得媒質が固体のメーザーで安定して発信するため雑音が少ないが従来は極低音に冷却しなければならなかった。近年、室温での連続発信が報告されている。以前は分子結晶を用いて 室温メーザーが開発されてはいたものの、熱的特性と機械的特性が比較的をとり、パルスモードでしか動作できなかった。2018年3月にインペリアルカレッジロンドンの研究チームが半導体メーザーの室温での連続発進に成功した。現時点では、キャリア注入による直接発信ではなく、 ダイヤモンド窒素空港中心を緑色半導体レーザーで冷気することによって間接的に発信させている。従来は絶対零度付近での発信だったが室温での連続発信が可能になったことにより広範囲での応用が期待される。固体メーザーの一種である半導体メーザーは西沢順一によって半導体レーザーよりも早くから着想されていたにも かかわらずキャリア注入型の半導体メーザー発信機は2018年、誘導放出によってマイクロ波を発信している。メガメーザーなどのメーザー天体が宇宙には存在し、観測の対象となっている。映画やゲームなどの作品にメーザーの名を冠した武器などが登場する。ただし、作品中の効果や設定の原理などは実際のメーザーとは異なっていることが多い。ただし、 近年の作品ではマイクロ波照射という名称が一般的になっている。ありがとうございます。